終身雇用や年功序列、年功賃金といった、いわゆる日本型雇用システムは男性に有利だと思いますか、女性に有利だと思いますか、それとも性別には関係なく、中立だと認識されていますか少なくとも長時間労働、あるいは全国転勤などを前提とする、まあ、雇用慣行、えー、これはこの女性活躍を阻む要因。 えとなっていたとの指摘があるということは認識をしておりますまた日本維新の会の乙北議員は新たな雇用ルールの策定が必要だと主張し雇用の流動化を後押しする政策が少子化対策にもつながるとして総理に見解を正しました岸田総理は今の雇用制度は人材育成や 組織の一体感など、プラス面もあると指摘した一方で、時代の変化を踏まえ、見直しを進めることが重要だとして、リスキリング、学び直しなどを含めた労働市場の改革を加速させると強調しました。